はいどうもこんにちはなイです本日も数学の話題を提供していきたいと思います、えー、今日の題材は数研順一級でえー、っとまあ、出された取材された過去問ですね、えー、それを取り上げてやっていきたいと思います内容としては旧家庭の数算 C の行列の二、まあ、行二十一の行列で実対称行列で三乗して、えー、単位行列になるものを全て求めようっていうもので まあ大学入試問題としても扱われてもおかしくないような内容ですね。えー、現在はまあ選挙代数で大学教養でややられてると思いますけど、まあえっ、ー、とその一般系っていうんですかね、N 次の大角行列、N 次ぎの実体数行列とか、もうちょっと広げてエルミート行列っていうえっ、ー、とタの問題として、えー、まあ実際はその解けるんですね。 まあそれについて簡単に説明をして、えー、拡張したものを提示していきたいと思います。まず実対称行列というのは、えーとまあ、ここ対角成分がここの対角成分はまあ自由なんですけど、えー、とこの B とこの B が同じになっているものですね2行2列の場合。だから ABBC という形が、えー、と実対称行列になるんですけど、まあ、点値の A が A に等しい時に、えー、と対称行列といいます。 これがまあ対象行列の定義ですね。で、えっ、ー、と、周対角線について、えー、と対象になってるってことです。だから行列がこうあったら N 字の行列正方形列があったら、まあ、ここは自由なんですけど、えっ、ー、と、こことそのここが同じってことですね。だから、えっ、ー、と、ここの成分を AIJ と書くと AJI ですね。 それが同じになっているどの ij の組でも同じになっているのが、えー、こうなっているのがその、えー、と対象行列というわけですでえっ、ー、とさらにその協約を取ったものをまあアスタリスクを使って表示することがありますねこんなふうにこれは点値のバーを取った複層協約を取ったものですだからえっ、ー、ともともとの a がまあ aij ととといいう形で書かれているとするすこの a スターですねこれは a の ji に対して対角でその入れ替えてでさらにバーを取ったものという意味ですえっ、ー、と実対象行列だったらバーを取ってもえっ、ー、とその変わらないのでだからえっ、ー、と a スターが a になるこの行列のことをエルミート行列って言うんですけど えとこれはその、えー、と実対象だったらエルミートだってことが言えます。ただエルミート行列ってことが言えるわけですね。でこのエルミート行列に対して n g の正方行列でエルミートですねの形のものに対して3乗イコール e ってなるものを考えていきます。で、えー、とまあここで定理使っちゃうんですけど。 A がエルミート行列だとすなわち A のこれがスターが A になるというものですね。これだとそのあるユニタリー行列という行列えっとユニタリー行列っていうのはまあ天地行列のまあそれを拡張したようなものなんですけど 行列で、えーとまあ、U スター U が UU スターが E みたいな行列ですね。だからその U のこの、えー、とアッサリスクが U インバースになっているような行列ですね。でこのユニタリー行列を用いて対角化できるっていうことが、えー、と分かっています。でその対角成分は全て実数になるってことまで 分かっているんですよこの対角化はの成分はこれはもちろん固有値が出てくるわけです。で対角化って言われたらその対角種対角線のところ以外は全部0になるってことですね。ここの部分はもちろん0でないものが来るんですけど0も来ますけどね基本的に、えー、とここには、まあ、実数が来て、えー、各ラムダ i は実,実数になるってことが、えー、と証明ができます。まあ、実対象行列だったら、えーと まあ実対称行列でもそのエルメイト行列でも両方とも実数になるっていう証明はそんなに難しくないんですけどまあ同じような感じで証明ができます。でえー、っとまあそれが本質的に効いてる感じですかね。えー、つまりこれを三乗してえー、っと U インバースの AU っていうのは対角化が常にできるのでまあ対角して対角化して三乗するとつまりこれは、えー、対角成分の三乗になるわけです。 まあこれはラムダ1の3乗からラムダ n の3乗でそれがえっとまあこちら側計算すると u のインバースの a の3乗 u になるってことに注意してくださいで今 a の3乗は e なのでこれはえっと u のインバースかける、a、e かける a で結局 e になってしまいます違う違う E U、で,、e、U でここは果敢なので結局 E になってしまいます。ということはこれが、えー、と全部一、えー、1, 1対角成分が1のこういう単行列になるってことを意味するってことですね。ということは今そのラムダ1からラムダ n は実,実数なので、えー、3乗して1になるものは1しかありません。だから各ラムダ i は全て1ってことですねこれ。 したがってこれは U インバース AU を対角した化したものはラムダ1からラムダ N だったわけですけど結局これが単位行列になるので、えー、っとまたその U インバースをというを左右からかけてあげて A イコール E のみということになりますこれ答えですねつまり単位行列のみということになりますはい2行2列の場合だと えっと成分計算で証明はできます。実際にやってみるとそんなに大変ではないし、まあ、経理ハミルトンの定理とかを使って実数作業していけば、えー、もうちょっと楽に、えー、計算ができます。で、実際にそのえー、っとその3乗して e になるものは、その成分計算で行列のその成分計算で単位行列しかないということを確認することはできるわけですけど。 えと3行3列以上の行列になるとちょっとやっぱり成分計算でいくのは無理があるのでまあこういう署名になるかなと思いますつまり、えー、と実対称行列であってまあその N 字の実対称行列であっても同じことが言えるってことですねこれはその別にそれを拡張したエルミート行列であっても、えー、同様なことが言えるので えとまあ、そここままでで広げることができます、ね、複素対象行列とかだと,、えー、と一般にエルミートではないので複素対象行列とは意味が違いますエルミート行列というのは。だからこの実対象行列を単に複素対象行列とすると,、えー、と証明はそんなに簡単ではなくなるのかなと思います。えっ、ー、とこの結果についてはちょっと考えてないんですけど、えーとまあ、2, 2行2列でも考えてないんで。 えとどうなるかちょっと分かってないんですけれどもエル、まあ、ミート行列の中に含まれていればそれは A として E のみということが言えるということですねはいえっ、ー、とまあ別回の方はその、まあ、計算成分計算でできるのでぜひ自分のお手で計算をしてみてね確かめてみてください、えー、いい演習問題になると思います はい、本日の授業は以上です。ご視聴ありがとうございました。